ほら、山の中で何かが光ったわ。宇宙から何かが落ちてきたのよ。いいですよ。はい、というわけで始まりました声優エンタメチャンネル。私司会を務めております小田利光です。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ということで毎回ここアミューズメントメディア総合学院を卒業した素敵な卒業生の方をゲストにお迎えしまして、さまざまな情報を発信しております。この番組今回も素敵なゲストの方にお越しいただいておりますので、早速ご紹介させていただきます。田島サランさんです。はい、皆さんこんにちは。声優の田島サランです。本日よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。お願いします。うわー、ありがとうございます。ということでようこそエンタメチャンネルへ。 ありがとうございます。お招きいただいて、ちょっと私事で恐縮なんですが、はい、若干正直今照れくさいと言います。田島さんは大阪アミューズメントメディア専門学校をご卒業ということなんですが、はい、ちょっと私当時講師として、はい、まだ生徒だった頃の田島さんと、はい、ちょっとその当時はレッスンという形でお付き合いさせていただいております。そうなんですよね。こんなことってあるんですね。本当に続けてると本当に不思議なことがあるもんですね。こんな形で一緒にお仕事になっちゃうということで、はい、でその後のご卒業の経歴ちょっと簡単にご紹介させていただくんですが、大人気アニメゲーム作品アイドルマスターシャイニーカラーズ福丸小糸役で、ご長寿ゲームぷよぷよクエスト当たり役などなど、ちょっと今回からいろいろとお伺いしていきたいなと思ってますんでね、うん、ありがとうございます。よろしくお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということでこのチャンネルには恒例の、コーナーがございまして、はい、で、今回ちょっと田島さんにもぜひそのコーナー、取り組んでいただこうかということで、うわあの早速タイトル発表させていただいてよろしいですか。はい、はい、わかりました。じゃあまずタイトル発表させていただきます。今回のテーマは声優田島サランのキャラクター4編へです。お願いしたいと思います。お願いいたします。いや、大体ね、はい、そんな感じの表情に皆さんなっていくんですよ。はい、つまりご卒業されてご活躍されてる田島さんが学んでた頃から、はい、どういった成長を遂げているのかというその一端をご披露いただこうという、先生そんなコーナーなんです。なんかすごい学生時代の頃の私からのなんかこの歴史を見ていただくっていう感じがあって、つまりなんか今回そういう意味で言えば一応ある程度知ってますんでね、はい、だからあ、こんな風になりましたかみたいなことが今日もしかしたらいろんな意味で思う可能性が感じていただけるようにですね。はい、頑張ります。なの で今回ちょっとそれで、はい、また違った取り組みというかそのコーナーの中でも、はいはい、キャラクター4変化という一応テーマになってるんですけれども、うん、1つのセリフに対して2パターンのキャラクターを演じ分けていただくっていう、それを2つセリフをご用意しているので全部で2キャラ2キャラの4キャラ、うん、4変化というそういう一応取り組みなんですよ。はい、ですから、はい、普通はね各セリフ各キャラでやっていただくっていうような流れなんですが、はい、一つのセリフで二つのパターンキャラクターパターンを作っていただくっていうことなので、はい、なかなか、ね、ちょっと大変なことをぶっこんでしまってるなっていう感じなんですけれども、はい、それをですね、ちょっとこの後早速チャレンジしていただこうと思いますので、はい、心の準備よろしいですか。 はい、わかりました。じゃあ早速この後セッティングを整えさせていただきたいと思います。はい、ということでセッティングが整いまして、田島さん、はい、これから披露していただこうと思うんですが、はい、まずちょっと私の方からセリフの内容とそしてどんなキャラでやっていただくかっていう見出しをご紹介させていただいて、早速Q振りますんでね、はい、取り組んでいただこうと思います。お願いします。緊張してますよね。もうすごくはい、はい、もうにじみ出てるんでしっかり伝わっておりますけれども、はい、じゃあ早速まずは一キャラ目からいかせていただこうと思います。これセリフがですね、はい、シチュエーションが友達と歩いていて何かを見つけた様子というシチュエーション。さあこれをまずは一パターン目、元気でうるさい性格のキャラでやっていただこうと思います。それでは行ってみましょう。どうぞ。ほら、山の中で何かが光ったわ。宇宙から何
何かが落ちてきたのよ。ひょっとしたら謎の生命体かもしれない。私ちょっと見てくるわ。はい、OK。 あー、いいですよ。どうしたんですか、撃たれたんですか、どっか。発作が。危ない危ない危ない。何発作か分かんないんですけども、大丈夫ですよ、よかったです、よかったです。 ありがとうございます、はい、で、ここでこの同じセリフを次、はい、ちょっと一つまた違ったキャラクターでというパターンになりまして、はい、今度のキャラクターがおとなしい性格のキャラでやっていただくということなので、はい、じゃあもう2パターン目いきますよ、はい、せーの、どうぞ。ほら、山の中で何かが光ったわ。宇宙から何かが落ちてきたのよ。ひょっとしたら謎の生命体かもしれない。私ちょっと見てくるわ。はい、オッケー。いいですね。あー、素晴らしい。手を求める目はやめてください。マイクに寄ってください。マイクに寄ってください、ちゃんと。半分終わりましたから。半分終わりましたからね、はいはいはい、で次に行くんですが、次はまたセリフのパターンが一回変わります、はい、で次セリフの、概要なんですけども、はい、朝の通学路での独り言という、はい、こんなシチュエーションになっておりまして、はい、でこれを次3パターン目のキャラクターは天然系の高校生キャラでやっていただくということになります、はい、それでは行ってみたいと思います、はい、どうぞ。鏡忘れてきたし、リップもなくなるし、今日はついてない。はい、オッケー。いいですね、いいですよ。さあ、あっという間にラストになりまして、ラストですね、はい、この同じセリフを次またキャラクターを変えていただくということで、4パターン目のキャラクター、これが大人な雰囲気の高校生、はい、こちらのキャラクターになります、はい、じゃあラスト行ってみましょう、どうぞ。最悪、鏡忘れてきたし、リップもなくなるし、今日はついてない。はい、オッケー、ありがとうございました。はい、ということでどうも改めましてありがとうございました。ありがとうございました。緊張しました。緊張しましたか。はい、そういった感想もどんどん伺っていきたいんですけども、はい、まあなかなかこんなシチュエーションでやらないですよね。やらないですね。なんかまさかこう演じてる時をこうカメラで抜いていただくなんていうのは、ちょっとどんな表情してたのかがすごい心配です。確かに、そっか、そういうところとかももう気になることが普段以上にいっぱいありますよね、ここでやるとね。いやでも、はい、私もいろんな田島さんを今まで見させていただいてここまで来てるんですけれども、はい、まあ、成長なさいましたね。いや、本当に言わされてる。気使われてるんじゃない。書いてないです、書いてないですか。台本なんかで書いてないです。素直に感想どうぞしか書いてないですから。嬉しいです、本当に。だから本当なんかちょっとあんま言うのも偉そうだなと思っちゃってるんですけれども、やっぱりその切り替える時の雰囲気がパツンと変わる感じっていうんですか。あーすごい。で、あの思い切りの良さといい、おーってなるので、ね、でも思い切りの良さとかやっぱでも野田さんに教えていただいたというか、そんなそれこそ言わされてないですか。大丈夫ですか。いや本当に思ってます。常に野田さんのおかげって書いてあるとかないですよね。大丈夫、大丈夫ですかね。僕と同じ台本読んでますよねっていうところなんですけれども、はい、あのちょっと伺っていきたいところいろいろありまして、はい、まあ、来てる質問っていうところもあるんですけれども、はい、まあ、根本的にこの普段の役作りみたいなところっていうのはどういうところを意識してやってらっしゃるんですかっていう、まずざっくりしたところから伺っていきたいんですけど。ああ。めちゃくちゃ今でも結構役作りは悩んでおりまして、模索したりはしながら、はいはい、でも今回のそのセリフで言うと、はい、結構ざっくりというかシンプルじゃないですか。あ、そうですね、はい、だから元気でうるさい感じだったりというものはどこから来るのかっていうところから、なんかその好奇心旺盛な子なんだろうなとか、はいはい、結構その旺盛なところ、なんかそのわーほら見て見てみたいな、そのワクワク感が、うん、周りをなんかこういい意味でこう引き込むというか、はいはいはい、ね、巻き込んでしまう感じのキャラクターなんだろうなっていう、うん、結構なんかその第三者の目から考えるっていうのが今回結構多かったかもしれません。あ、なるほどなるほど。そう、なんか作品でこの子が動くとしたらどんな感じで動くんだろうなっていうところからちょっとイメージして、ちょっとなんかまあ
そうですね、某作品のキャラクターみたいな感じのをちょっと想像しながら、はい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 、イメージしてやって、元気でうるさい性格って確かにお見出しには書いてあるんですけど、はい、なぜ元気でなのかとかって、はい、そういうバックボーンみたいなところをちょっと探ってみる。あ、そうですね、うんうん、でどういうふうに見られるとこういうふうに印象を持ってもらえるかなみたいなところもちょっと探ったりとか。あ、なるほどですね、面白い。で全然またこれをおとなしい性格でみたいなところで入ったじゃないですか。そう、おとなしい性格だけど、うん、ちょっと見てくるとかいうちょっと行動力のあるところだったりとか。確かにセリフ的には見てくるよっていうことで終わってるわけですもんね。あったりとかして、うん、それはどこから来るのかっていうのをちょっと私は考えて、うん、この子はなんかその謎の生命体について何か知ってたりとか、はい、もしくは何か研究というか、はいはい、してるというか、その作品だったらちょっと、うん、こうミステリアスな感じだけど、うん、何かを知ってそうなというか、そういう立ち振る舞いの女の子なのかなっていう。おとなしいっていうのはきっと周りからのイメージで、うんうんうん、本人は全然そんなつもりはないのかなとか、はあはあはあ、結構なんかホラー系の作品の中での立ち振る舞いなのかなとか、そういう感じでイメージしながら。なんかどうなんですか、やっぱりよくあるおとなしい性格ってなると、まあ、これはこういうご覧になってる方もいろいろこういう世界で今頑張ってみようみたいな方も多い中で、うん、はい、小さくひそひそと喋ればいいのかなみたいな、一瞬そういう先入観がおとなしい性格入りがちですけど、でも今のお話ですと、おとなしいからといってこういったセリフが出てくるということは、はい、まあ、外見上はおとなしく感じるけど、うん、心の中では別に常におとなしくなくても別に成立はするんじゃないかみたいなアプローチだってことですよね、はい、うん、だからそれがやっぱすごくなんかここの言葉だけにとらわれてない感じがすごい、なんかキャラに生きてるっていうのがすごい見てて、なんかアプローチ的にすごく興味深かったっていうのはあったんですけど、まさに今そういったご自身の解説を伺ってるとそれが垣間見えたのが良かったなって。なんか考えるのやっぱ楽しいですよね、役作りというか。想像力はそんなにある方ではないというか、結構決めたらこうというか、セリフを見た時とかに、そのキャラクターのイラストだったりとかを見た時に、結構なんか声が聞こえてきたりとかして、そう、この子はきっとこういう声なんだろうなとか、こう思っちゃう時とかあるんですけど、まあそれをうまく活かせたらいいなという気持ちもありつつ、そこにとらわれないでちょっといろんな視野を増やせたらいいなっていうのはちょっとありながら、うん、結構そのやっぱその次のセリフとかも、はい、まあ、天然系の高校生、ね、天然って幅広いな、これが難しいですよね。でもなんか言いますもんね、よく天然キャラとか天然系の高校生ってあるなっていうのがあるんですけど、これ意外とやってみようとすると、そう、じゃあどうやったらなるのってな、そうなんですよ、ね、悩むところですよね。悩むところだったんですけど、うん、まあ独り言だけど、うん、なんか声がでかくて周りに聞こえちゃうみたいな感じの人っているじゃないですか、はいはい、つまりちょっとこの隙があるというか、あ、そう、他人のなんかそのえって思われるのとか、その気にしないというか、その自分のペースをとにかく大事にしているような感じの女の子なのかなっていう、だけど悪気はなく、はい、なんかこうその明るさがなんかそのみんなをなんか盛り上げるというか、なんかムードメーカーな女の子なのかなっていうのは今回ちょっと自分の中で作って演じてみて思いました。うん、あ、でもなんかそのあるあるはなんかすごい感じるかもしれません。なんかその隙があるとか、はい、マイペースとか、はい、でも全然悪気ないから周りからも別に嫌われないって感じは、うんうん、すごいあるあるな感じしますよね、天然のっていうのはね。はい、でこれもまたガラッと大人な雰囲気の高校生という、はい、そういうまたオファーになってたわけなんですけど、これ結構難しかったですね。なんか自分にはないものというか、ほうほう、なんかやっぱそのセリフ的に、まあ、リップだったりとか鏡だったりとか、うん、美意識が高いので、うんうん、まあ、どっちもなんかそのファッションだったりとかメイクとかにこだわりのある今時の JK だなみたいな感じでは思ってたんですけど、はいはい、その中でも、まあ、ちょっとあの子ってなんかちょっと大人っぽくて憧れちゃうなみたいな感じの周りからこうちょっとあの子めっちゃ美人、学園一の美女みたいな感じの女の子、ちょっと喋りかけづらいけど、でも喋ってみたら、あ、なんだこんなにいい子だったんだみたいな感じの子をなんかイメージしてちょっと作ってみました。で特にこの2つ目のセリフはちょっと分量的にも短いじゃないですか。そうなんですよね。だからこうやってね、どうしてもやっぱり、はい、逆に長い方がセリフって大変かと思いきや、意外と短い方が表現のね、できるチャンスがね、そのセリフの中でそこの
考えてきたというかその雰囲気だったりとかキャラクターを出せるのかっていうのはやっぱり難しいですね。だからすごくしっかり捉えてらっしゃるなというのを率直に感想として覚えたというので、なんか偉そうで申し訳ないですが成長なさいましたね。ありがとうございます。本当台本書いてないですか。書いてないですよっていうのもあるし、なんでしょうね、やっぱりちょっとすみません、これも私事になっちゃうんですけども、ある程度やっぱこうやってちょっと僕もこうやって皆さんとお話しさせていただいているときは多少このお仕事モードっていうんですか、はい、そういうもので頑張ってるんだなって自分は思ってるんですが、どうもやっぱりこう僕のいろんな部分を知ってらっしゃる方とお話ししてるとなんか全てそれが照れくさく感じるときもあり、でも素直に、はい、本当に技術としては、すごくガラッと変わった感じとかも含め、やっぱそうやってしっかり考えてらっしゃるっていうところがとてもその表現の魅力につながってるんじゃないかななんて今思ったりしたんですけれども、はい、単純にちょっと気になったことがありまして、はい、田島さんって例えばこういう今みたいな4つのキャラクターとかを演じた時に、はい、結構自分はこういうのがやっててある種楽しいかもとか、はい、なんか今だったらどれが自分は好きとかっていう、まあ現時点ですね、現時点ですか、なんかあったりするんですか。でもやっぱりこう元気でこのうるさい性格とか明るい子、1回目にやっていただいたやつ、1回目にやっていただいた子はなんかこう何をするかわからない突発的な感じがあったりとかして、演じてても結構楽しいなっていうのはありますし、いやミステリアスな感じの子もすごい自分には持ってないものがあるので、なんかそのどんな風にこの子だったら考えるんだろうなっていうのは考えるのすごい楽しいなって思いました。わかりました。今後ってどういうキャラクターもっとやれるようになりたいとかチャレンジしてみたいとかっていうのはあったりしますか。少年の役をやってみたいです。少年、はい、いいですね。まだまだちょっと男の子の気持ちを考えるのはちょっとやっぱりちょっと性別が違うので難しかったりはするんですけれども、確かに確かに、改めてそもそもまあ確かに女性の声優さんが少年役をやるっていうのはもう今スタンダードになってますけど、はい、改めてやる側になってみると異性の気持ちを考えなければいけないっていうのは、はい、もちろんですけども人生をこう生きてきてなかなかそういう経験がないものですもんね。はい、そうですよね。それをなんか当たり前のように作ってるけどやっぱそれはそれですごい大変な作業ですね。でもなんかこう違う人生を歩める感じがあって、なんかまた楽しいですよね。確かにそこを楽しめるっていうことがあればね、はい、めちゃくちゃ強くなると思うのでぜひ聞いてみたいなと思うので、はい、ちょっと今後のご活躍も期待させていただきたいと思っておりますけれども、さあそんな話をしてますと、あっという間にもう時間が過ぎておりました。あら、あっという間ですね。そうなんですよ。こんな感じでねちょっとここ数回にあたってまたいろいろお伺いしていきたいと思っておりますので、引き続きぜひよろしくよろしくお願いいたします。じゃあちょっと一旦締めさせていただきます。はい、というわけで声優エンタメチャンネルでは皆様からの様々なコメントを募集いたしております。聞いてみたいこと知りたいことなどございましたらぜひ下のコメント欄にお気軽に書き込んでみていただければと思いますし、またもしよろしければチャンネル登録も随時募集しておりますのでそちらもぜひぜひよろしくお願いいたします。さあということで、締めのキャッチフレーズというのが一応恒例でございまして、ぜひ田島さんにもお願いしたいと思うんですがよろしいですか。はい、はい、じゃあ私歌わせていただきます。どうぞ。夢を夢で終わらせない声優エンタメチャンネル、ありがとうございます。田島サランさんでした。ありがとうございました。めっちゃ飛んでる。危ない。今の危ないですね。危ない。今の危ないわけですね。すごい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 。